強い意志の込められたミラのその言葉に胸を打たれる柔道。ミラほど確固たる信念はなくとも、それでも彼女の力になりたい。柔道はそう思い始めていた。しかしそんな柔道たちの前に世界樹の巫女ゼロスが現れる。驚くべきことに、 ゼロスの目的は世界樹の破壊だった。世界樹を壊すなんて、どうしてそんなことを。そんなことをさせるわけにはいかない。奴は私が止めてみせる。僕にだってできることがあるはずだ。 私が手を貸そう。 こんなに綺麗なお姉様に追われるなんて、俺様も罪な男よね。罪だと思っているなら考え直せ。あれ、もしかして冗談通じないタイプ？だったらこっちも容赦できねえ。ゼロスタの命令だ。行くぞ。警報。 任せてもらおう。まだこんなに隠れてたなんて。カンコブなど無理だ。やったるぞ。
油断しないでやらなきゃ。キレのあるいい動きだぞ。タンコブなど作ったのはいつぶりだ。次はもっと頑張らなきゃ。そんな実力では次は生き残れないぞ。世界樹が壊されたりしたら、この世界はもっとひどいことになってしまう。僕はもう誰にも死んでほしく。そうか、
それ、なぜだ。君の戦う理由。君は優しいんだが。